進撃の『巨人ラジオ』『家事と下野のすすめ電波兵団』電波兵団さて『進撃の巨人』のアニメの方でございますが、うん、現在第14話まで放送されました、うん、まあ早いところでは15話でございますが 2>,、うん、であの2クール目に入って、うん、オープニングが変わった ているということでね。皆さんいかがでした。その辺の感想もね聞きたいですね。そうだね。まあまああのいろいろねあるわけなんですけど、この第十四話一番重要なことをお伝えします。はい。コニー出てません。ちょっとまあそうですね。審議所のお話あったので限られた空間でちょっとのメンツしかいなかった。何があったのか本当にコニーと全く一緒で知らないからね。 この後、あの、びっくりするけどね、いろいろね。ボコボコに、された回なので。そうそう。でさ、14話、まあ、だいぶ進んでますけど、はっきり申しましょう。私、全然追いつけてなくてですね、昨日、第10話、ようやく追いつきまして。そうですかそうなんですの結構前ですね。あの、ハードディスクにでものほっとくと、本当どんどん溜まっていくね、あれね。そうですね。で、10話見たんだけどさ、あのさ、なんか、エレンの声が、なんかちょっと若干、あんれね。 なんか他の,、うん、あの音響のスタッフさんとかにもよく聞かれるんだけど、うん、なんかすごいこう声がガラッとしてたけど、うん、あれはお芝居だよねっていう確認をよくされるんだけどあ <laughs> あののー、演出です <laughs> 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 あのねそうお手紙とかでも「風邪でも弾いたんですか?」ってもらう。 そうそうそう。という人もいればあのあそこのお芝居すごく臨場感があってっていう内容のものもあったりするんですけどあれはもうほんといろんなテイクを何回も重ねましてちょうどあの、えー、骨だけの巨人になって守った後に、と、え、に、ー、3人で話してる途中まあエレンが鼻し出ちゃうようなシーンですけどもあそこはほんと何回も繰り返しても巨人 になった後のこの疲労感っていうのをどう伝えるかっていうところであ普通に喋れてる回声が出てるうテイクももちろんあったんですけど監督含めスタッフさんと話して、うん、もうあれがあのかすれ具合が一番それを表現してるんじゃないかっていうことで、うんうん、あ,あれになったのでいやだから最初さなんかこうあれエレンの声ちょっと低くなったと思ったの <laughs> もうあの状態ボロボロですからね。ままあ、まあでも見てて 確かにすげえマッチしてるし、うん、まあきっと状況下的にそんななんかね、うん、声がすごい綺麗に通るようなそんな状況下でもないよなと思ったし本当にそうだかから、うん、なんか心理的に何かあったのかなと思って、うん、最初は、まあ、普通にやれ,やれちゃうわけで、ね、なるべくこうのどを、うん、質を悪く。 取り組むわけけですけど、あ <laughs> あえて。まあ、それでもこう何回も繰り返していくうちに叫んだりなんだりしてどんどんああなってっていやこれだっていうところに行き着いたっていう結構多いよねあのコニーもほんとさびっくりしたところでさすごい自分の中では「やべえすげえ裏返った」って思ったのも OK になったりとかっていう,うだからもう本当に、なんだろうその状況下で一体どういうふうにこのキャラクターこのキャラクターがどういうふうに思ってるかっていうのをみんなちゃんと考えてやってるからね,ねあれすごいよねなんんか別作品ですけど、パクさんがこう、 収録前に、うん、あの喉の調整を自分でしていくっていうお話を聞いててそれすごいことだな、うん、役者魂だなと思っててそしたらあのー、まあ判事役ですけど、うん、別の場所でこうお話する機会があって、うん、いやあの回すごい良かったよみたいなことを言って頂けてなんかそういうは伝説を知ってる身としてはそういう人にそう評価してもらったの。 は、ね、<ー>難しいですねこう、うん、<laughs> そうねうんまあとにかくね我々はこういい作品作るのが一番ですから、うん、なんか珍しくなんかちょっと内側の話したんじゃないの今日本当はね <laughs> そういうの聞きたい人もいると思うんですけども、うんうん、まあまあ、ね、ちょいちょい挟みつつそうねそうねあとはもううゆるっと <laughs> <laughs> そういつもゆるっとしてるからねそうそうじゃあメールをねはいメール紹介します